こんにちは。オクテットメンズファッションチャンネルの林です。僕のチャンネルは自分の気に入ったアイテムやブランドコーディネートのアドバイスをするチャンネルとなっております。今日もよろしくお願いします。今日はですね、2024年のキーワードにもなっているグランパコアという言葉に合わせてね、レッドカードの新作であるデニスラデニムスラックスをご紹介しようと思います。オクテットチャンネルということですね。まあ早速なんですけども、グランパコアってなんやねんっていうことがあるかもしれないので、まあファッション用語ではね、なんとかコアみたいなのが結構こうキーワードとして上がってくることが多いんですけれども、最近だとねノームコアとかそういうキーワードで、ファッションを語っている場面っていうのはあったんじゃないかなと思うんですけれども、2024年はグランパコアという言葉がね、キーワードとして結構ね、ファッション誌を中心にですけれども歌われていたりします。それは何かっていうと、まあコアっていうのはね、まあ革新とか革新的とかそういう意味なんですけれども、グランパっていうのはおじいさんとかね、祖父グランドファーザーですね、というのとハードコアをこう融合したね、キーワードになります。なのでメンズファッションにおいてはちょっとね、一時代前のおじいちゃんが着ていたような格好みたいなのがね、こうトレンドの、ね、キーワードになってきてるんじゃないかなっていうふうに思ったりもします。その中で、まあ、ちょっとねクラシックなトレンドにこうフィットするような、アイテムも結構ありますし、それがねちょっとミリタリーだったり、少しね緩めのシルエットのパンツだったり、またね、個人的にはこうネクタイをすることだったり、そういった意味でちょっと一昔前のファッションを現代的解釈で着こなすっていうのがね、この秋冬のねトレンドとしてはすごくいいんじゃないかなっていうふうに思っています。当然この夏もグランパコアっていうのは結構ねキーワードとしてはファッションとしてあったんですけども、実際に例えば薄着の T シャツパンツやこうシャツデニムみたいな組み合わせでその概念をね、アピールするっていうのはなかなかねこう難しいんじゃないかなっていうふうに思いますので、このね、キーワードに関しては秋冬にね結構紹介されてくる、またねトレンドになるキーワードじゃないかなっていうふうに思っています。レッドカードのデニムなんですけれども、こういうね縦ポケにまたね、ラインがねしっかり入ったスラックスのようなデニムということで、デニスラをね、着こなしながら、グランパコアのねお話をさせていただこうというふうに思っています。ということでですね、最初はこうネイビーのねインディゴのデニスラにジャケットタイドアップっていうスタイリングになるんですけれども、まあ、僕はねこのデニスラを選ぶ時点でやっぱり一番相性がいいのはねこういったジャケットじゃないかなっていうふうに思っています。なので、まあ、このね秋冬ぜひジャケットを一着はねこう手に入れてほしいなっていうふうに思っているんですが、その中でもねそのこのグランパノアみたいなこうちょっとね解雇的なキーワードでコーディネートをするならば、やっぱブラウン系のアイテムというのをねうまく使ってほしいなっていうふうに思っていますし、これはね、チルコロのブラウンのストライプのジャケットなんですけれども、こういったね、ブラウン系のジャケットだったり、またねアズロエマローネというねイタリアの、これまたね格言があるように茶色にブルーがよく合うということなので、ネイビーのねシャツを合わせて、まあこれもねいつもお伝えするんですけれども、全体として色数を削ることでエレガントに見えるということもありますので、ネイビーを中心にブラウンのジャケットを合わせて色数を減らして、そしてエレガントに着こなしてもらうというのがね僕はすごくかっこいいんじゃないかなっていうふうに思っています。またねこのデニスラもこんな感じでワンタックなんで、ちょっとねこのお尻周りとか太ももとかはちょっと余裕があるようなイメージがあるんですけれども、裾にかけてテーパードが効いているので、ね、そんなにねダボっとした雰囲気になることなく、すごくね、大人の男性もいやデニムはなちょっとカジュアルすぎるからやだなという方にもね選んでいただきたい一本ですし、実際にねこういったインディゴだったり、次ねハガシマブラックだったり、こうワンウォッシュの重めの色のデニムを選ぶとなんか硬そうだなとか肌触りが悪そうだなと思う方も多いかもしれないですけれども、
レッドカードね、こちらのパンツに関しては三者コンのコットン、ポリエステル、ナイロンの三者コンで、すごくねストレッチが効いてるパンツになりますので、すごく履き心地が良くて肌触りもいいので、重めの色なんだけど、こうウォッシュ加工がしてあるね、デニムと同じような感じで履いていただけるので、そういった意味でもね、気持ちいいんじゃないかなっていうふうに思っています。こんな感じでね、やっぱり濃色のこうボトムスを合わせることで、かなりねキリッとした印象も作ることができるんじゃないかなっていうふうに思いますので、こういった組み合わせ、そして最後にね、ぜひこう選んでいただきたいなと思うのは、こういったタイルアップですね。なかなかネクタイをするっていう機会が少なくなってきて、ネクタイ自体がね、もうある意味こう時計やブレスレット、ネックレスみたいなね、こうアクセサリーに似た感覚になっている方っていうのも見になるかもしれないですけども、そういった意味でもこうネクタイをしているだけでね、ちゃんと見えるというか、きっちりした人に見えるアイテムなので、ぜひね、大人の男性、イケオジはうまくね、この秋冬、まあ、春夏はね、もうネクタイしてるだけで、うわ、暑いわって思う方もね、結構いたと思うので、でも秋冬になるとね、やっぱり涼しく寒くなってくるので、ネクタイしてもそんなに違和感ないんじゃないかなっていうふうに思ったりもしますので、ちょっとね、首が苦しいとかあるかもしれないですけれども、ぜひね、この秋冬、ネクタイにね、挑戦していただいて、かなりね、こうカジュアルなスタイリングなんだけど、ネクタイがあることでよりエレガントに、よりスマートに見えるということはあると思いますので、ぜひね挑戦してもらえたらかっこいいんじゃないかなというふうに思っています。はい、ということですね、今度は黒のねレッドカードのデニムスラックスに、今回はねインテルメアビレのトレンチコートをね合わせてみました。はい、ということでね、このリンペルメアビレのトレンチコートなんですけれども、すごくね柔らかい素材でも、こうペラペラじゃないですし、しっかりねこう質感のあるアイテムで、クラシックなねこう着こなしに合わせていただくにはね、ちょうどぴったりじゃないかなっていうふうに思っています。ジャケットのね上に羽織っていただいてもすごくかっこいいですし、デザイン自体はすごくクラシックなんですけれども、現代的なね、デザインスタイリングであると思いますので、そういった意味ではね着こなしの幅がね広がるアイテムじゃないかなっていうふうに思っています。こういったちょっとクラシックで昔からあるアイテムというのも、僕はねこの秋冬すごくいいんじゃないかなっていうふうに思っています。グランパコアの少しねこうノスタルジックな雰囲気というのを色でね表現できたら僕はかっこいいなっていうふうに思っているので、今回はねニットもちょっと茶系のね、ニットを合わせてみました。ちょっとねコードを脱いでみますね。はい、こんな感じでですね、ブラウン系のニットを合わせていただくとすごくかっこいいんじゃないかなっていうふうに思っています。またね先ほど同様こう足元とね色合わせて、なるべくねこう色のトーンがたくさん散らないようにこうコーディネートするっていうの、僕はね、大人のイケオジのねファッションにおいてはすごくねシンプルにかっこよく見える方法じゃないかなっていうふうに思いますので、ぜひね選んでほしいなっていうふうに思いますし、こういったねブラックのデニムであれば、まあ、ちょっとねあんまりこうジーンズっぽいカジュアルさが なくなってくると思いますので、そういった意味ではねこうすごくかっこいいスタイリングがねしやすいんじゃないかなっていうふうに思っていますし、またこれも同様にね、まあ、黒のパンツだと思えばコーディネートの幅っていうのはねすごく作りやすいんじゃないかなっていうふうに思いますから、そういった意味でもこう1本ね黒のデニスラを持って、まあ、カジュアルにも使えますし、ちょっとね、股上も含めて少し昔のねこうデザイン、クラシックなデザインっていうところもねこう感じることができるアイテムじゃないかなっていうふうに思いますので、こうトレンド感にもねマッチしたこう着こなしをね楽しんでいただけるんじゃないかなというふうに思っております。ということでですね、今回のまとめなんですけども、2024年グランパコアっていうねをぜひねキーワードを覚えておいてほしいなっていうふうに思います。それはねちょっと一人暮らし前のこう気品のあるスタイリング、クラシックなスタイリングをこう今風にね着こなしていただくとかっこいいんじゃないかなっていうふうに思いますし、その中でね、今回ご紹介させていただいているこうレッドカードのねデニスラのようなねちょっとドレッシーで、でもねどこか懐かしさを感じるシルエットのアイテムをうまく使っていただいて、そしてねドレスの時はこうタイルアップしてもらったり、こうちょっとミリタリーなんだけど昔からあるアイテムを今風にね着こなしていただくっていうのはね
僕はこの秋冬すごくおすすめしたいなと思うスタイルです。はい、ということでですね、僕たちのチャンネルは毎日8時に更新しておりますので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。またね、コメント欄にコメントとかいただけるとすごく嬉しいので、ぜひぜひコメントもいただけたら嬉しいです。ではまた来週、バイバイ。